マイケル・ジョン・グレイドン・ソロカは、カナダのアルバータ州カルガリー出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のアトランタ・ブレイブス所属。2015年の MLB ドラフト一巡滅移保で、アトランタ・ブレイブスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブレイブスで、プロデビュー。アパラチアンリーグのルーキー級ダンビル・ブレイブスでも、プレイし、 二球団合計で10試合に登板して0勝2敗、防御率3.18、37奪三振を記録した。2016年は A 級ロームブレーブスでプレーし、25試合に登板して9勝9敗、防御率3.02、125奪三振を記録した。2017年は開幕から A 級ミシシッピブレーブスでプレーし、26試合に 先発登板して11勝8敗、防御率2.75、125奪三振を記録した。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜として選出された。2018年の開幕は、トリプル A 級、グーインネットストライパーズで迎え、5月1日にメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった、 同日のニューヨークメッツ戦では先発して6回1、失点の投球で初登板初勝利を挙げた。5月12日以降、右肩に炎症を感じ始め、その後すぐに故障者リスト入りした。6月はマイナーリーグでのリハビリが続いた。6月13日のメッツ戦で復帰先発し、6回と1、3回を投げ、勝利したが、翌日の登板以降メジャーでの登板はなかった。 というのも、炎症が続いていたため、6月の後半に10日間の故障者リスト入りしたからである。27日には60日間の故障者リストに移された。7月には8月中旬までに投球を許可されると報じられていた。しかし、8月下旬にブレーブスの監督のブライアンスニッカーが残りのシーズンを全休すると発表した。 2018年のアトランタブレーブスのシーズンでは、5先発で2勝1敗、防御率3.51、21奪三振で25回と、2、3回を投げた。ポストシーズンではロースターに入れなかった。ドラフト一巡目指名で一緒に入団した、コルビー・アラードも7月に MLB デビューしたが、翌年にトレードで移籍した。2019年シーズンが始まる前に、 ブレイブスの先発ローテーションの投資候補の一人として期待されていた。スプリングトレーニング第1週目に1月のオフシーズンでのトレーニングの際に最初に感じた方の不快感を明かした。新たに報告された方の不快感は右肩甲骨の問題ではなくデビューしたシーズン中に離脱を余儀なくされた右僧帽筋のりであったことが確認された。3月中旬には キャッチボールをすることを許可され、その後は打撃練習時の投手を務めるなどした。スプリングトレーニングの試合に登板することはなく、マイナーに送られた。4月18日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で復帰先発を果たし、この時点でナショナルリーグのマウンドに立った投手で最年少投手となった。また2019年の MLB オールスターゲームのナショナルリーグロースターに入った時、 アトランタ・ブレーブスの投手として最年少で選ばれるという記録も立てている。この年、ブレーブスはソロカとロナルド・アクーニャ・ジュニアをオールスターに送り出したため、22歳以下の選手をオールスターに2人送った最初のチームとなった。2019年のアトランタ・ブレーブスでは29、先発で13勝4敗、防御率2.68で142奪三振。 174回と2、3回を投げた。ポストシーズンでは、セントルイスカージナルスとのディビジョンシリーズ第3戦に、先発して7回1失点の好投だったが、勝敗はつかず、チームは5試合の末、シリーズ敗退した。ナショナルリーグの新人王投票では、メッツの一類一種のピート・アロンソに次ぐ2位で、サイヤング賞の投票にも6位につけた。2020年7月24日、 自身初の開幕投手として6回無失点の高投だった。8月3日のニューヨークメッツ戦、投球後に一塁へのベースカバーへ走り出そうとした直後に右足アキレス腱断裂の重傷を負った。ありがとうございます。